皆さんこんばんこばは、えー、今回何に関して言及させていただきたいかというと、脅迫のメールが届きました。脅迫のメールということで、16万円を要求されています。16万円ということでね、えー、あなたのパソコンをハッカーして、えー、情報を入れました。この、えー、情報をね、えー、他の人にばらされたくなければみたいな感じでね、や、えー、られています。ということで、ちょっと今回ね、この教科数のメールに関して、口座からのお支払いとかなんか出てるんですけど、 えー、こ,こ,こちらですねあの、このメールアドレスから来てるんだけど、はじめまして、残念なお知らせするためにご連絡を差し上げております、僕は約2ヶ月から3ヶ月前、ネットイスライン用にあなたが利用しているデバイスにアクセスし、その後、ずっとネットコ,ットコードを追跡していました、アクセスする経緯は、少し前にハッカーからのメー,ルアカメールアカウントへのアクセスを導入したからですの。最近ではそういったものをネット上で購入するのはかなり単純ですと。 えー、ここにね俺のあ簡単にログインができたって出てるわけだけどログインの1週間後にはすで、えー、にトロイの、えー、木馬という、えー、マルチエアをねあなたのメールとつながってるすべてのデバイスのオペレーションシステムにインストールしました実際やってみると全く難しくありませんでしたよ受信トレイの、えー、メールのリンクを何も問題なくたどっていただきありがとうございました巧妙、えー、な手口は意外とすべて単純なのです そのソフトウェアによってあなたのデバイスの操作をすべて可能になりました例えばマイクビデオカメラキーボードの操作すでにあなたの個人情報データ写真ウェブ閲覧履歴を僕のサーバーにダウンロードし保存してありますあなたのメッセンジャー SNS メールチャット履歴連絡先一覧のすべてにも僕はアクセス済みです僕のウイルスは、えー ドライバーレベルで動作し、署名を継続的に更新するため、ウイルス対策ソフトウェアで検知されません。同様に、この手紙がウイルス対策のソフトウェアに検出されなかったのを理由も今、ご理解いただけると思いますと。あなたの情報を知っている収集している間に、あなたはアダートサイトの大ファンだということを発見しました、ね、もう受けるな、誰がアダートサイトの大ファンなんだよって。俺、そんなのハマんじゃねえんだよと思ったんだけど、ね、面白かったですね。 で、あなたの情報を収集してる間にということを言ってるわけでけど、ポルノサイトを訪問して、そんなに前提は訪問してねえし、と思ってね。とてつもない快楽に耐えながら興奮するような動画を餌するのが本当にお好きなようですね。って笑え我々前そんなんどこにもねえよと思ったんだね。偶然にも、あなたも卑猥なシーンを録画することが成功したら、あなたの自由行為と絶頂に達する姿を見せるような動画数法をモンタージュしました。いや、出してみろよやった感じだよね。いや、出してみれよ。こっちの名誉毀損で訴えれるからね。 まあそんな写真はないんだけどねでもし嘘だと思うのであれば僕のマウスを数回クリックするだけで全ての動画あなたの友人同僚や親戚とシェアできることを実現いたしましょうど僚と俺フリーでやってるからど僚いいいんだけどな僕的にはパブリックアクセスしても問題ありませんとあなたが好きな動画を思考を考慮してもそんな動画を公にされたくないはずですと僕の言いたいことはわかるでしょう公になったら本当の大惨事になるかもしれませんね いや,やってるよって感じだよね、これ。面白いな。なので、ここで取引をしましょう。16万円、送金時のカーセレートに、えー、応じたビットコイン相当額を僕に送金してくださいと。送金を受け取ると、このような卑猥な動画は全て削除しましょうって。そんなものはないんだよってことだよね、えー。その後は、お互いのことはきれいさっぱり忘れてしまい、あなたのデバイスにある有害なソフトウェアの機能を停止して削除することを約束します。僕は言ったことを守りますと。えー、僕があなたのね、 プロフィールとトラフィックをしばらくチェックしていると考えそれこそれは公正な取引やであり、かなり安価なはずです。えー、ピットコインの購入、えー、送金方法がわからないは、どのサー,チサーチエンジンでン、えー、検索しても、えー、方法は知ることができますと、えー。僕のピットコインウォ、えー、レットは、えー、何でいいですと。このメールを、えー、開けた時間から、ねえー、48時間、正確なは2日間の猶予を与えましょうと。下記の行為をするのはやめてください。僕に返信すること。 えー、あなたの受信ボックスでこのメールを作成し、返信アドレスも作成したからですと、えー、警察やその他サービス、セキュリティサービスの権利,権利を取ろうことすること、さらに自分の友人に相談するのをやめてくださいと、もし公外していることを僕くに関するあなたの動画を公開したら、いや、それ、公開してみるだと思うよね。 僕はあなたのシステムの全てをコントロールしない、感知ならそう難しくないと思いますよ。僕を探そうとすること、全ての仮想取引はえ匿名で行われるため、えー、絶対に無意味ですと。デバイスを OS, に OS を再インストールしたりと、ね、破棄したりすること、全てのビデオがすでにリモートサーバーに保存されているので、この行為も無意味です。えー、下記はあなたが心配しなくても良いことですとなっています。 えー、僕が送金を受け取れないかもしれないことすべての行動を継続的に追跡しているので送金が完了するとすぐに表示されるため安心してください僕のトロイの木馬マルチエアは、えー、リモートコントロール機能を搭載しているとあなたはが送金を完了しても僕があなたの動画をシェアするかもしれないこと、えー、僕を信頼してください えー、あなたの人生はもっと約束するしもないし、シェアしたいだけなら、この手紙は送らずに行っていらず、すべては公正に行いましょう。あともう一つ、将来的にも同じような状況に引っかからないでください、ね。僕からの警告は、頻繁にパスワードを変更し続けることです。笑いましたね。これ、迷惑メールに振り込まれてたんだけど、まあ、基本無視したんだけど、もうこれ、ちょっと紹介してやらないといけないなと思ってね、今回ちょっとこれ。という、こんな感じです。面白いですね、このメールね。脅迫ですよ。16万円要求されちゃってますよ。 で、そんな動画なんかないのにね、これあるとか言っちゃって、あいや、出すなら出してみろよ、お前と思うんだけども、で、えー、それでね、まあ、それをした場合は名誉毀損罪、侮辱罪、このメールのね、アカウントとかの IP アドレスからおって、警察にこれを告訴してね、やることできるからね、うん、で、こっちが慰謝料というかね、請求っていうか、民事でもやれるからね、面白いなと思ったんですよ、これ。 まあこういうのはね、まあ、自分自身だけじゃなくて、いろんな人に多分送ってると思うんだけど、あのー、皆さんね、気をつけてください。こういう脅しのメールでね、これでね、まともに払っちゃってる人がいるんですよ。うんまあ他にもね、アマゾンのやつとかね、えー、っと他にもなんか偽サイトとかあるんで、そういうのは絶対気をつけてくださいね、皆さんね。うん、これとか本当でも、恐喝だよね、あの脅迫か。あのー、ここのところ、お金を要求されてますからね、俺ね。これちょっと警察に行って刑事告訴しようかなと思ってるんで。 ということで、こういう、えー、詐欺まがいのことがあり、あ詐欺、詐欺まがいで詐欺と恐喝だよね。立派なこれ犯罪だよね、うん。こういうことがあるので、皆さん、気をつけて、これで払っちゃう人がいるんで、しっかりね、皆さん、していただきたいかなと思います。ということで、こういった問題に関しては、ね、これからもね、言及させていただきたいし、これはね、刑事告訴もんじゃないの。だって、えー、脅迫ですからね、お金要求されちゃってるし、うん、ちょっとやろうかなと思って。